OK、ライブになりました。で、今現在ライブにしたんですから、これから参加者が、登録すると思います。で、実際ログインすると思います。松岡さん、私は現在画面を共有しているので、チャット窓が見えなくなったんですから、チャットに何か、コメントが入ったらぜひ教えてくださいね。呼んでいただければ助かります。ああ、わかりました。そっか、見れないのか、シェアしてたら。はい、ありがとうございます。はい、始まる時間まで、残り2分です。もうそろそろ始まりたいと思います。2分ですね。で、今現在、録画が始まってます。はい、あと1分ですね。
では時間になりましたので始めたいと思います。ようこそ、弊社ダイナミックイールドと、パートナー会社のアドフレックスの、AI 革命パーソナリゼーションプログラムを簡単に管理スケールする方法のウェブナーへ。今日、アジェンダとして、まずは、スピーカーのご紹介、弊社ダイナミックイールドのご紹介と、パートナー会社アドフレックスコミュニケーションズ、そして、こういう AI 革命、DY ダイナミックイールドの導入方法と、パートナー会社のアドフレックスと、まあ、様々な、支援方法ですね、そしてダイナミックイールドプラスアドフレックスのパートナーシップについての詳しい説明と、残りは Q&A 時間です。1から5まではだいたい50分、残りの Q&A は約10分くらいで進めたいと思います。では、まず、簡単な自己紹介なんですけど、私はブルコスキー・エヴェン、ダイナミック・イールド・ニッポンのカントリーマネージャーになります。山口さん、どうぞ。はい、アドフレックス・コミュニケーションズの山口と申します。本日はソリューションパートナーという位置づけで一緒に参加をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、よろしくお願いします。では、ダイナミックイールドのご紹介として、まずダイナミックイールドは、パーソナリゼーションプラットフォーム、お客さんの、時間の、最適化、カスタマーエクスペリエンスをより良くする、プラットフォームと、機械学習で動く、エンジン、その元にいろんなエクスペリエンスを回す、エクスペリエンスオプティマイゼーションプラットフォームになります。まず会社は、設立したのは2011年です。で、今現在約、もう270人なんですけど、だんだん伸びてるんですから、そろそろ300人ぐらいの、事業員 になります。で、親会社が、ちょっと意外なんですけど、面白いんですけど、マクドナルドなんです。ファストフード系のマックです。でも、弊社は独立してる子会社になります。後ほどそのマクドナルドが買収した理由を軽く説明します。グローバルチーム、事務所はそれぞれニューヨーク、イスラエルのテルビーブ、ベルリン、ロンドン、バルセロナなどなどのチームとして動いている状態で、各、地方に、サテライト事務所がいらっしゃってて、こっちの東京事務所は約1年前に立ち上がって、現在、3人のチームで動いてます。右側に表示しているのは弊社がとても自慢しているなんですけど、3年連携、この Gartner が、Gartner のインディペンデントアナリストが、選べている、パーソナリゼーションエンジンのリーダーになっています。で、弊社はご覧の通り、一番上、右側に表示してるんですけど、競合会社が、Salesforce の Evergage など、Adobe Experience Cloud の Test and Target など、Marketing Cloud の、競合もいらっしゃるんですけど、実はそれぞれの Marketing Cloud とも、API 連携で結構仲良く連携することもあるんですけど、まあ、こういう実際 Personalization Engine 世界の一つのプラットフォームになります。で、ここに表示している通り、マクドナルドは、ちょっと意外なお客さんだったんですけど、ユースケースはオフラインのパーソナリゼーションなんです。でも、基本、うちのお客さんが e-commerce 系、アパレル系や、ファッション、リテール系のお客さんが、多いなんですけど、B2C マーケットプレイス、B2B マーケットプレイス、で最近、まあ、自動車業など、それぞれの、オンラインスーパーマーケットなど、コロナの影響で新しい業務がだんだん伸びている状態なんです。で、ちょっと幅広くいろんなお客さんと、カスタマーエクスペリエンスを最適化を行っている状態です。では、内さんの方でアドフレックスのご紹介をぜひ。はい、ありがとうございます。
それでは私の方からアドフレックスコミュニケーションズについて少しお話をさせていただければと思います。我々アドフレックスコミュニケーションズは2008年より、デジタルマーケティングの領域で活動させていただいておりまして、約10年以上ですね、この業界に関してはやらせていただいている会社になります。我々としては本当にいかにクライアントの事業拡大を実現するかという部分において、特にAI と人、この2つの要素をマーケティングの要素としてですね、取り込んでご支援をさせていただいているというところが主な特徴かなというところでございます。次のスライド行っていただいてよろしいでしょうか。はい、実際にですね、今我々が現在すでに、提供させていただいている、主要なサービスをちょっとこの図の中に書かせていただいているんですが、特にですね、AI という領域においては日本よりも非常にまだまだ海外のスピードの方が一歩先を進んでいるような状況です。弊社では主に海外の特にこう AI 先進国の AI ソリューションというところをいち早く日本のマーケティング活動に取り込みまして、また国内のシステムとか国内のマーケティングストラテジーに合わせた活用を構築したり、あとはローカライズを行ったりすることによって各クライアント様の事業拡大を支援させていただいているような状況でございます。すみません、AI に対してとてもグローバルスペシャリストですよね。ありがとうございます。そうですね、で次のスライドに関しては、今我々でですね、ちょっと情報管理上弊社の事例公開のご了承いただいた企業様のちょっと一部分だけをちょっと今画面に映しておりますけれども、我々もですね、先ほどエヴァンさんのお話にあったように、やはり一番強い領域としては EC や小売などのですね、e コマースの領域を中心として、その他にもですね、アパレルや食品メーカーさん、あとは金融の企業様など、幅広い業界のデジタルマーケティングを支援させていただいているような状況です。次のスライドでよろしいでしょうか。はい、先ほどからですね、我々AI というところを非常に強調してお話をさせていただいているんですが、弊社ではこの AI に任せる領域と人のリソースを集中して解決する領域というのをこうしっかり役割分担をさせていただいて、どうしてもこう時間とリソースを消費してしまうような、例えばそうですね、大量なデータの整備であったり、日々の運用上の細分化された微調整などはむしろ AI を駆使して、より人の力をプランニングと改善立案に集中することで、ある意味でスピーディーな PDCA というところを実現させていただいております。そしてその AI を使ったビジネスソリューションの一つとして、私たちはちょうど約2年前ですね、ダイナミックリードさんと日本で最初のパートナーシップを結ばせていただいて、今数多くの取り組みをさせていただいているというような状況でございます。はい、そうですね、もう2年経つんですね。もうそうですね。長い。国内に長いパートナーシップですか。そうですね、ちょうどお話を始めてから本当にそれぐらいの時間がちょうど経過しているかなということで、いろんな事例を一緒に積ませていただきました。で、ちょっとですね、次のスライドで、おそらく本日はですね、早くエヴァンさんのお話に移らせていただく方がいいかなと思ったんですが、まずはそのエヴァンさんのお話に移らせていただく前にですね、少しだけ私の方から現在こう今私たちが直面しているこう日本における課題感について少し言及をさせていただければなというふうに思います。昨今の世界の大きな変化、ここにある通り COVID による、パンデミックですね、パンデミックによるこう現在のマーケットの、この大きな変化というのはすごく我々にとってですね、目の前のこととして、かなり、ドラスティックな変化をもたらしているかなというところです。画面に映しているのは、まさに e コマースの変遷というところを、表示させていただいてますけれども、このパンデミックによる数ヶ月ですね、消費者の行動というのはやはり大きく変わってしまいまして、人々がこうどこでどのように購入するかとか、もしくは消費活動をするのか、特にこと EC、e コマースにおいては本当に劇的な変化があったんじゃないかなと思います。そしてこの EC の普及とともにですね、でデジタルエクスペリエンスの重要性ですね、e コマースにおける、例えばそれはその即時性であったり、利便性であったり、安全性みたいなところは、よりこう以前に比べて重要視されてきていると。いう状況になってきてるんじゃないかなというふうに思います。そうですね。このすみません、どうぞ先。どうぞ山さん。ちょっとこの図面に映しているデータを説明したかったと思うんですけど、ご覧の通り最初この COVID の先言った通りパニックが始まった段階、e コマース業務が一気に伸びた状態なんですよね。で、ちょっと落ち着いて、この線が、これから少しずつ下がるっていうのは、e コマースの、グロースレートですよね、伸びる、利率なんですけど、
時間の、経つと少しずつされるのは、やはりデジタルシフト、デジタルトランスフォーメーションを少しずつ、もう終わってる逆算が、増えてるという、目印ですね。で、この緑の方を e-commerce value、e-commerce の価格、実際、まあ、オンラインの収益などは続けてずっと伸びるを、目指しています。ということは、パンデミックが終わっても、もう新時代、with、コロナ、with、COVID の時代になると、これが変わらないと思います。続けてお客さんがもちろんオンラインで、収入することが続きますね。そうですよね。まさにエヴァンさんがおっしゃっていただいた通りで、まあ、昨今少し、まあ、日本の国内においても、まあ、あの状況が少し落ち着いた、まあ、またちょっ と, とあの最近は少しトレンドの変化もありますけれども、おそらくこうリアルの店舗チャンネルが多少復活したとしても、おそらくこのあたりこう一度デジタル上でのやはりこう集中したあの、まあ、デジタルのエクスペリエンス、まあ、消費者が経験したことっていうのはおそらく全体的なデジタルの期待値を引き上げていて、まあ、それは少なくとも今後も継続する形になるかと思いますので、よりこう 残った企業さんはこれから順次、まあ、数年以内にまあ切り替わっていく、まあ、今年が特にそれが集中した年だったと、まあ、去年今年が集中した年だったというところが言えるんじゃないかなと思います。で、そうですね。で、弊社が、役に立つ、デジタルエクスペリエンスの最適化のところだけではなく、やっぱり、全ての、お客さんに対しての体験、印象、気持ち、にフォーカスをしないといけないと思いますので、これからさらにオンラインの体験を良くする必要性が、続くと思います。この重要さは、一応抑えないんですね。そうですね。ありがとうございます。でちょっと次のスライドは今度は逆とこう企業側から見た側面というところだと思うんですけれども、まあ、やはりこうコロナで、まあ、消費者の生活は非常に大きく変わったというところは当然あるんですが、一方で企業側ですね、特にこの経済のダメージというのは非常に大きくて、まあ、実際こう今画面上に映っているのはまさにこう失業率のトレンドですね。あまりこうなかなか見たくないようなあのデータではありますけれども、やはりあの企業側が受けているダメージというのは非常に大きくて、まあ、あの各企業ではこう以前のようにですね、こう十分な人的リソースみたいなところをこう常時担保するというのはかなり難しくなってきているんじゃないかなと思います。であの前段でこうご説明したように、特にこのデジタルマーケティングの分野においては、まあ、常にこう高いイノベーションみたいなものをこう求められるということに加えて、まあ、物理的にそもそも取り扱うデータ量なども多かったり、あとはそのデジタル上で必要とされる知識や技術のレベルみたいなところが非常にこう求められるものが高いという状況がある中で、なかなかそのマーケティングの理想を実現するだけの人員配置とか体制の構築っていうのは各企業さんにとって非常にあの頭の痛い問題になっているんじゃないかなというふうにあの感じています。で、そうですね。はい。はい、あのやはり今の段階、まだ、まあ、テレワーク、リモートワークにシフトしている人材もいらっしゃると思うんですけど、リストラされたり、しばらくフォローされている、ティームメンバーはまだまだいっぱいいらっしゃると思うんですから、その、段階で、まあ、その事実の中に、新しい、デジタルトランスフォーメーションなど、パーソナリゼーションなど、新しい技術を、本社に導入するのはとても、まあ、難しいな、印象があるかもしれないんですけど、やはり、これはAI に任せる機会だと思いますね。後ほど詳しく説明すると思うんですけど、今日は目的としてこの問題を解決できる方法をぜひ教えたいと思います。うん、そうですね。ありがとうございます。まさに多分今エヴァンさんがおっしゃっていただいたこの部分ですよね。本当にリソースを解決するため、まあ、テクノロジーをいかにこう自動化させていくかとか、まあ、その貯めていくナレッジっていうのをこうどう定着させて、しかもその中で最大化させるか、まあ、手作業の作業を発生させずにっていうところを、まあ、AI と組み合わせていくというところがまさにこの今回エヴァンさんがお持ちでいらっしゃるこのダイナミックユーザーのソリューションの真骨頂だと私も思いますので、ちょっとあのここからはもう本当にあのエヴァンさんの方にですね、ぜひちょっと実際のこう機能側面であるとか、
ダイナミックで提供できる、実現できることみたいなところ、ぜひちょっと集中してお話しいただけるとありがたいなというふうに思います。では、エヴァンさん、お願いできますか。はい、ありがとうございます。では、ダイナミックイールドの、プラットフォームのもうちょっと詳しい技術的なご紹介になりますが、ダイナミックイールドは基本的に、御社のウェブサイトやモバイルアプリの上に載せるレイヤーになりますね。スクリプトを導入したり、プロダクトカタログと連携したり、CMS の情報を引っ張ったりすると、自動的に、もしくは手動的もあるんですけど、UI やお客さんが見る、ウェブサイトの部分の、それぞれのお客さんの、オーディエンスセグメントに合わせられることができます。それでユーザーに対してそのサイトやアプリを使うの印象が良くなる、体験が良くなるのがご希望ですね。で、技術的にまずはデータがもともと一番大切なんですよね。広角データの、導入。ダイナミックイールドはファーストパーティーデータ。お客さんが実際サイトの、ユーザージャーニーの中にサイトに行動すると、いろんな商品のカテゴリーなど、商品の色とか、まあ、ブランド名、サイズ、フィットなどなど、いろんなカテゴリー、サブカテゴリー、コンテンツのキーワードに、クリックしたり、まあ、見たりする行動を行うんですよね。そうすると、イベントタグが発生して、AI がそのイベントでいろいろ判断することができるんです。このお客さんは、例えば、ピンクが好きとか、このブランドの好みがあるなど。それを判断しながら、お客さんの、まあ、オーディエンスプロフィールを実際、作ることができるんです。ファーストパーティーデータだけではなく、CRM など、ポイントオブセールシステム、店舗で引っ張るポーズデータなど、CDP などのデータをデータフィードとして連携することもできるんです。で、リアルタイムでセグメントを制作したり、例えばこのユーザー、もちろんユーザー自体のことわからない。PII、Personal Identifiable Information はもちろん取ってないんですけど、このユーザーはこういうプロフィールっぽい。例えば、男性40代、ネイビーの色が好きなどなど。なので、こういうオーディエンスセグメントを自動的に入るんです。で、そのセグメントに合わせる商品の recommendations など、ターゲットされた UI など、AB テスト、CRO を最適化、まあ、CRO、Conversion Optimization を行っているテストなど、いろんなメッセージなど、コンテンツのご表示など、メールの発信など、トリガーが回している状態です。で、チャンネルとして、ウェブは結構中心として話したと思うんですけど、ウェブだけではなく、モバイルアプリでも、メールシステムなど、最近、だんだん広がっているこういう Apple Watch などの、ウェアラブルデバイスとか、声でいろいろ対応するデジタルアシスタント、あとオフラインのキオスク、実際店舗内のデジタルサイネージなどなど、いろんなチャンネルで、お客さんの、体験最適化が行っている状態ですね。で、もともとその中身、中心として回っているのが、ダイナミックイールドの AdaptML、ML は、マシンラーニング、ですよね。の、脳みそのように、こういうエンジンが中として、動いてるんですね。で、これは、競合会社、競合システムと大きな特徴なんですけど、比べると大きな特徴なんですけど、これは自己トレーニング型のディープラーニングシステムですね。この力で、商品のレコメンデーションなど、商品リスティングの並び替えなど、まあ、予測的のターゲティング、プレディクティブターゲティングができるんです。この中身のロジックの上に、いろんな、マシンラーニングがあるんです。まずは、お客さんのオーディエンスセグメントと UI の部分をマッチングする、実験の
自動化については、マルチアームバンディットというアルゴリズムをご利用しているんです。これは、昔からある AB テストの、新時代な形なんですけど、昔は、就労的に、このオーディエンスセグメントとこの体験をマッチングしてた A と B。で、時間の、長い時間を経ったら A が勝ってるか B が勝ってるか、このオーディエンスセグメントにじゃあずっと A を見せるか B を見せるかのロジックだったんですけど、モルティアームバンディットだったら今の瞬間このオーディエンスを KPI によって A を見せるか B を見せるか、でこれは完全に AI として動いてくれるんですから、とても楽に、お客さんのセグメントとコンテンツのマッチングができるんです。で次、マシンレーニングの世界として、プレディクティブ・ターゲティングを紹介したいと思います。後ほど詳しい説明するスライドがあるんですけど、プレディクティブ・ターゲティングは基本的にこういうオーディエンスセグメントと、こういう UI など商品のバリエーション。一番良いマッチング、このオーディエンスセグメントと、例えば、A のオーディエンスと例えば C の UI バリエーションなど B のオーディエンスセグメントと A の UI など、B のレコメンデーションなど自動的にマッチングしてくるんですから、とてもオーディエンスセグメンテーションの管理として、UI のバリエーションとして管理しやすいんですね。でもちろん目的は収益とエンゲージメントを良くする KPI を設定した上に動いてくるアルゴリズムなんですから、とても自動的に最適化できる機能ですね。あとは Recommendation 戦略ですね。Recommendations っていうのは、まあ、今トレンディングなものなど、人気なもの、他のユーザーが今見てるよく、購入しているものなどがよくあると思うんですけど、ダイナミックヨードはその次の時代のレコメンデーション戦略を利用している。コラボレティブフィルタリングストラテジーなど、ユーザーアフィニティ、ユーザーの好みベースのストラテジーなど、先にご紹介したディープラーニングストラテジーとして、いろんな戦略があるんですね。で、自動化として、良いオーディエンスセグメントと良いストラテジーのマッチング機能もあるし、まあ、主導的に、自分でいろんなフィルターをかけたり、いろんなルールを簡単に作って、本当に細かい、ピンポイントに絞った、意味がある、価値があるレコメンデーション戦略を作ることもできるんです。とても簡単にできるんですね。で最後は、プレディクティブオーディエンス。これはまだ、General Access ではない、あるところはまだ開発中なんですけど、今後出てくる新しいマシンレーニングですね。で、このマシンレーニングの世界をもうちょっと詳しく説明すると、まあ、今までよくあった A、B、もしくは N、いろんなテストも同時に回せる、ロジックがあったと思うんですけど、トラフィックアロケーションはマニュアル。指導的にアサインしなきゃいけないんです。で、結果は、完全に A が勝ってるか B が勝ってるか。A が勝ってるんだればずっと A を見せる。で、これは、まあ、特定的に間違いなく A がいいか B がいいか判断することができるんですから、UI を全体的に改善するとして、すごくいいロジックなんですけど、あまり、自動に回せることはないんです。なので、キャンペーンプランニング、次の、UI の変化など、このオーディエンスセグメントに対してどの UI がいいか、デザインプランニングがとても重要ですよね。で、どうしても時間かかるんです。キャンペーンが A か B が勝ってるまで、少なくても12日間、だいたい2週間くらいかかるんです。で次は、モルティアームバンディット。これはさらにオートメーションを含めている、AB テストみたいな形なんです。トラフィックアロケーションはダイナミック。なので、これはダイナミックコンテンツとして一番合ってる方法ですね。で結果は、特
定的に、ちょっと弱いところがあるんですね。完全に A がいいか B がいいか、そういうロジックで言うより、今の瞬間、KPI によって A が良さそうから A を表示する。もしくは B が良さそうから B を表示する。短いキャンペーン、短い期間の間に、こっちのロジックを、選択した方がいいですね。とても役に立つ。後ほど、事例を紹介しますが、ホームページのバナーを自動的に全部パーソナリゼーションしたいんであれば、こっちのアルゴリズムが当てます。あとは、プレディクティブターゲティングですね。こっちの方は、ダッシュボード内に、お知らせが出てくる方法です。今までは、例えばこういうダイナミック、アロケーション、もしくは AB テストを回してた上に、さらにこういうふうに分析するといかがでしょうか。お知らせが出てくるんですね。で、これはワンクリックとして、新しいテストを制作して回すことができるんです。で、結果は、オーディエンスに、まあ、一番勝ってる、特定的に勝ってるオーディエンスセグメントを自動的に見つかる力があるんですね。で、これ一つ、これに対して、プレディクティブターゲティングに対して一つだけ注意する必要があるところがあるんですけど、トラフィックが必要ですね。オンセロサイト、十分トラフィックがない場合、データがないとアルゴリズムが、なかなかレーニングができないんですけど、時間かかる場合があるんです。トラフィックが多いサイトだとしたら、これはアルゴリズムがペットのように、データが餌のように上げてて成長する、大きくなってる感じなんですから、アルゴリズムに十分なデータを上げないと大きくならないんですけど、逆にトラフィックが多いサイトだとしたら、プレディクティブターゲティングがすぐ回してきて、すごく役に立つなんですね。さっき山口さんの顔を見ると、これに対して、深い経験がある、理解だったんですけど、これに対して何か追加情報とか、それに注意する事項、何かあればぜひ教えてください。そうですね、ありがとうございます。でも本当に実際今我々がこうダイナミックビルドを使わせていただいている中で、まあ、経験させていただいているところでいくと、やはりこう、まあ、今までのやはり我々がやってた AB テストっていうのはある意味でこう担当者がずっとこうテストの経過を、まあ、ある意味でデイリーでこうしっかりチェックしないといけなかったというところが、まあ、ある程度例えば短いキャンペーンであればまさにこのマルチアンドバンディットモデルでテストしてショートタームで、まあ、全て AI に任せながら一番その短い期間で売上を最大化するというところと、あとはそのプレディクティブターゲティングがまさに先ほどあったように複数のやっぱりキャンペーンを回すときにどうしても人の力ではその複数のキャンペーン一つ一つをしっかりとした検証を行っていったりとか次の PDCA の施策を回すということをプランニングすることに限界がありますので、それをある意味ではダッシュボード上で常に AI がウォッチしてくれるというところを我々の中でも使い分けて、やはりこう人がしっかり見るべき施策とある程度、まあ、PDCA としてトラフィックを割り当てて、まあ、自動化させて見せてくる領域というところを分けて活用できるというところは実際に我々が今運用していても非常にこの AI の力を感じるところではありますので、このあたりはやはり今後さまざまなテストを走らせていく一人の限られたリソースで、PDCA、まあ、よりサイトの最適化、オプティマイゼーションを高めるというときには非常に活用できる機能じゃないかなというふうには思います。そうですね、アドフレックスみたいなパートナーが いらっしゃれば、正しく、設定ができてキャンペーンはスムーズで回せると思いますので、お世話になれるところだと思いますね。はい、ではもうちょっと詳しく説明すると、ここに表示しているのは、一般的な AB テスト、これはダイナミックイールドの、特徴ではないんです、競合ツールでも基本的に使っている、ロジックなんですよね。これは、Bayesian Statistical Calculator、って言うんですけど、まあ、マニュアルアロケーション、このオーディエンスセグメントが A を見るか B を見るか、自分でキャンペーンを設定する必要があるんですけど、あとは実際その、まあ、A が勝てるか B が勝てるか、これは KPI によって、プライマリーメトリックによって設定する必要があるんです。
プライマリーメトリックというのは、例えばクリックスルーレイト、CTR を目指しているか、まあ、収益を目指しているか、コンバージョン率を目指しているか、ダッシュボードの中に簡単に設定できるんですけど、やっぱり手動で、自分でこういうキャンペーンを作る必要があるんです。で、ダイナミックアロケーションに比べると、こっちの方がもうちょっと楽ですね。自動的により短い期間で、まあ、自動的に A を見せるか B を見せるか。ここに表示しているのが、大体3日間ぐらいですね。金曜日から、日曜日まで、週末の中のキャンペーンの場合だったんですね。で、B が、反応良さそう、primary metric に対してお客さんのこの目指しているオーディエンスセグメントが反応良さそうだったんですから、自動的にだんだん B を見せることになったんですけど、もうちょっと時間経つと、またお客さんの反応が変わってくる。例えば、週末が終わって平日に入ってくると、何か変わってくると、自動的にまた A を表示する。A がより良いんですから、A を自動的に表示する。また B を表示する。こういう波のように、A か B を自動的に表示する方法になります。マーケターは、プライマリーメトリックを、まあ、決めるだけで、これは自動的に回すんですから、とても楽になります。でこれは実際、事例になりますね。さっきダイナミックアロケーションというのは、ダイナミックコンテンツを運用する方法としてお勧めしたいと思います。ここに表示しているのは、アメリカの、アパレル系のウェブサイトですね。アメリカのファッションブランド。で、ご覧の通り、ホームページに、一番上に出てくるキャンペーン、50% オフのキャンペーンと、さまざまのキャンペーン、コンテンツバナー、コンテンツセクションに分かれてるんですけど、ズボンのところなど、今、在庫のお知らせとか、人気なものなど、現在トレンディングなものなどなど、それぞれのコンテンツセクションに分かれてるんですけど、これがダイナミックイールドのダッシュボードのイメージですね。で、これで、ちょっと小さいなんですけど、だいたいこれで分かるのが、ズボンのセグメントとか、こっちのグラフィックスのセグメントとか、アクセサリーのセグメント、靴のセグメント、ニューアライバル、新しい商品のセグメントなどなど、いろいろいろんな、オーディエンスセグメントに分割してるし、それぞれのセグメントにいくつかのバリエーション、いくつかのコンテンツは作ってあるんです。でダイナミック、コンテンツなんですから、このウェブサイトのホームページは、すべてのコンテンツ、ここで表示しているすべてのコンテンツは自動的にオーディエンスセグメントに合わせてくれるんです。だから、ユーザーがこのオーディエンスに入ってるんだとしたら、このキャンペーンバナー、こっちのバリエーションを自動的に表示する、またこっちのキャンペーンバナーを表示するなどなど。プライマリーメトリックは、まあ、これはクリックスルーレイツとして、コンバージョンを目指すという事例なんですけど、もともと、スタティック、コンテンツが変わらないホームページだったんです。でこのお客さんが、ダイナミックコンテンツに、切り替わったら、ダイナミックヨードを導入して、ダイナミックコンテンツを利用したら、クリックスルーレイツが 100% 以上に増えましたんですね。あとは ARPU、Average Revenue Per User、一人当たりの収益が 17% まで上がったんです。大成功した事例なんですよね。山口さんはこの事例に対して何か意見とかコメント何かありますか？そうですね。やはりこのオーディエンス単位でこうやはり最適化する。しかもそれを一つの施策でこれだけきっちりとオーディエンスを紐付けて管理するっていう。まあ、ちょっと今すごく施策の結果に対してのレビューのお話をいただきましたけども、実際にこれを運用する運用者として見たときにもですね、このそれぞれのオーディエンスごとにまあメッセージングするコミュニケーションをたった一つのダッシュボードで完全に管理できる、まあ、一つの画面上で管理できるというその管理のしやすさというところも私はぜひちょっとこの場でお伝えしておきたいなというふうに思います。ありがとうございます。
ちなみに、このホームページを管理しているチーム、お客さん側の社内のチームは実は一人だけだったんです。一人だけのマーケターが全てのコンテンツを運用してたんです。とても楽に、キャンペーン管理ができている事例です。はい、次はこの要測、ターゲティングの機能に対して、この図面で分かりやすいと思うんですけど、まずはオーディエンスの、セグメントがあって、いろんなエクスペリエンス、UI のいろんなバリエーションがあって、これは自動的にこの人だとこのコンテンツに合わせた方がいい。こういう UI のバリエーションに合わせた方がいい。この人だったら、このオーディエンスセグメントだとしたら、こっちの方に合わせた方がいい。自動的に、連携してくるんですから、まあ、この力でいろんなキャンペーンを同時に回したり、実際、まあ、そのお客さんの体験の最適化ができる、しやすくなるんですね。山口さんはこれに対して何か追加、情報があればぜひ。そうですね。ここで設定されている特に丸一番、セグメントの識別というところに関しては、まあ、実際にいざこう施策を回そうとすると、まあ、我々がですね、そのセグメントの中から、例えばここで言うと、じゃあ青の人と緑の人に対して、バリエーションのこの4種類をテストしてみようっていうふうに、まあ、実際にはマーケティングアクションとして行われるんですが、もしその最初の設定の中で漏れていたセグメント、まあ、ここで言う例えば、紺の色の方や紫の色の方、漏れていたオーディエンスがいたとしても、それを AI が見つけてくれる、この予測ターゲティングの中でフォローアップしてくれるというのは、すごく便利な機能じゃないかなというふうには思います。まさにこう AI と人の力でまあ見れるところと仮説と、まあ、AI によるその実証というところですね。この両輪をしっかり回せるというところが、この予測ターゲティングの魅力じゃないかなというふうに思います。とても役に立つんですね。はい、ありがとうございます。はい、次はもう一つの事例。多分皆さんご存知だと思うんですけど、リバプールフットボールクラブのウェブサイトだったんですね。で、これはもともと商品詳細ページ、このフットボールの、まあ、この商品の、詳細ページで、Recommendation Widgets を導入して、試してみたかった、事例なんですね。で、これは、AB テストとして立ち上がった。まずは Control Recommendation なし。で、A バリエーションは似たような、同じようなソッカーボールの、バリエーションと、B バリエーションは最初の、2つのスロット、この A と B は似たようなアイテム。で、残りの、C、D、E のスロットは他のお客さんがよく一緒に、買われている、商品、A と B バリエーションだったんですね。で、テストの結果は、まず、A の方に似たような商品を おすすめすると、まあ、1人当たりの収入が約 27% 増加して、まあ、成功したんですね。間違いなく良かったんですね。で、B バリエーションがさらに、1人当たりの収入が多かった。34.7% まで増加したんです。で、結果は、全てのオーディエンスにこの似てるアイテムプラス一緒に買ってる B バリエーションを表示すると1人当たりの収入が 34% まで上がる。大成功です。これからさらにダイナミックイールドの要測ターゲティング機能が回しててさらに最適化ができたんです。実は予測的なターゲティングによると、ほとんどのオーディエンスに、というかこの商品詳細ページ、PDP ページに来る、サイトよく使われているユーザーに、この似てる、アイテムを、表示すると、そのオーディエンスセグメントとして、実はコンバージョン率が多かった、収益が多かったです。で、残りのオーディエンスに、その何、サイトに慣れてない方々、結構サイトに新しく来ている方々に、こういうバリエーション、似たようなアイテム、プラス他のお客さんが買っているアイテムを表示すると、さらに、こういうふうに分析すると、さらにユーザー1人当たりの収入が 51% まで上がったんです。
これはマーケターとして、人間として全然考えられなかった、気づくなかった、オーディエンスの分析だったんですけど、これから逆に学ぶことができたんですよね。考えられるのは、もしかしてサイトにあまり慣れてないユーザーは、人気者を、教えてあげると、まず、まあ、ソーシャルプルーフ、他のファンがこれを買ってるから私も買いたいとか、もしかしてサイトに慣れてないから、実際こういうコンテンツ、こういう商品あったか気づいてないかもしれない。これはディスカバビリティにつながったかもしれないんですから、とても面白い、事例になります。山口さんは何かコメントありますか？そうですね、まあ、先ほどとちょっとお話が重複しちゃうかもしれないんですが、まさにこう見つけきれなかったグループですね、頻繁に来るお客さんっていうのは、本来非常にこう企業にとっても大事なお客さんで、まあ、全体値で見ると、先ほど言ったリテールプラス一緒に買ったという、まあ、全体の価値クリエイティブ、価値、コミュニケーションっていうところと、実際にはその、それぞれのグループごとに、実はこの、コミュニケーションの方が良かったというところの組み合わせを見つけたという、まさに本当に素晴らしい例じゃないかなというふうに思います。うん、そうですね、はい、ありがとうございます。では次は、ダイナミックヨードの特徴、こういうレコメンデーション戦略の、たくさんの5種類を紹介したいと思います。基本的にレコメンデーション戦略は、このいう3つの段階があるんです。グローバル、コンテクスチュアル、と、完全にパーソナリゼーション、ユーザーの好みに合わせた、ユーザーアフィニティに合わせたレコメンデーションです。グローバル段階だったら、いろんなサイトでよく見ると思うんですけど、一番人気なものとか、現在トレンディングなものなど、新商品など。コンテクスチュアルっていうのは、その商品のカテゴリー、サブカテゴリー、キーワードなど、例えば色とかブランド名とかフィットサイズなどなど、いろんな細かい情報を含めた、レコメンデーションになりますので、例えば、このジャケットが、まあ、綿で作っているネイビー色、L サイズ。で、同じネイビー、綿の素材、L サイズのキーワードを取って、似てる商品と連携する似てるものを表示するレコメンデーションになるんですけど、あとは、同じキーワードベースもしくはカテゴリーベースで一緒に購入している商品など他のユーザーが、一緒に見てる一緒に購入している商品を紹介することができるんですが、パーソナリゼーションの方はこれは本当にダイナミックヨードの特徴です。現在、国内競合ツールがここまでの、レベル、ここまでの細かい絞られる、で、全部、自分でコントロールできる、フィルタリングループをかけてカスタマイゼーションできるアルゴリズムはなかなかないんですね。これはアフィニティベース、ユーザーの好みベース、こういうオーディエンスセグメントに入っているユーザーが、例えばこういう面とかネイビーなどだけではなく、このブランドとか、こういうフィットとか、こういうスタイルなどなどに実際興味持ってる。見てるだけではなく、実際ずっと興味持ってる、好みを持ってるのが、スコーリング的に、ユーザープロファイルの中のスコアを作ってて、その上にアルゴリズムが動いてるんですから、本当にピンポイントに絞ることができるんです。あとは、まあ、いろんなフィルタリング、ルールをつけたり、オンライン情報だけではなく、オフライン、ポイントセールシステムとか CRM に入っている情報、実際店舗でお客さんが買ってる、見てるものを含めて、ピンポイントのアルゴリズムが作れるし、さらに先にご紹介したディープラーニングアルゴリズムがあります。すべての種類を合わせると、ダイナミックヨードのレコメンデーション戦力は、17つがあるんですね。オフライン、オンラインデータも含めて17つになります。これはそのレコメンデーション戦力を管理するダッシュボードなんですけど、とても簡単な UI ですが、とてもパワフルになります。簡単にレコメンデーション戦力を作れる。名前をつけて、導入するところをここで選んで、で、そのレコメンデーションズウィジェットの中に出てくる商品の数。基本一般的に4つなんですけど、まあ、3つ、5つなどなど管理できるんですね。で、いろんなストラテジーをかけて、例えば
他のユーザーが一緒に見ているものを、最初のところあもうちょっと説明するとこれは商品詳細ページの下に動いている Recommendation Widgets ですね。で、左側がその Widgets の管理画面ダッシュボードですね。で、A の商品、スロット A の商品が自動的にこの商品を見た場合、自動的に出てくる商品。B は他のお客さんがよく一緒に見てる商品。C は今現在人気のもの、トレンディングなもの。で、いろんな戦力を、自分で選んで試してみることができる。これも AB テストでできるんですから、どんな recommendation 戦力がこのオリエンスセグメントに一番合ってるか、テストの結果で間違いなく分かります。山口さん、これに対して何かコメントありますか？そうですね。このやっぱりこうダイナミックイールドの一つの強さっていうのは、これをオーディエンス単位で、しかも柔軟な AB テストで、しかも AB テストには裏側では AI がサポーティブな、実績に対する、レポーティングをしてくれて、そして最終的にどのオーディエンスにどのレコメンデーションアルゴリズムが最も良いのかっていうのを簡単に見つけることができると。これが全てつながっているというのが私は本当にダイナミックイールドの強みじゃないかなというふうにすごくよく感じています。ありがとうございます。今ここに表示しているのは、その通り、こういうレコメンデーションのベネフィットなんですけど、いろんな、レコメンデーション戦力を合わせることができる。で、フィルターをかけたり、細かい、例えばこういうカテゴリーを抜くか含むか、絞る、いろんなルールを、まあ、主導的に作ることができるんですから、とてもパワフルな、UI になりますね。で、あとは、まあ、ディープラーニングに、この AI に完全に任せることもできるんですから、とても楽に、レコメンデーションズ、キャンペーンを回すことができるんですね。あとは、リアルタイムで動いてくるんですから、英語だとしたら、cold start。お客さんが、最初、サイトに来る最初のセッション、全くログインしてない、ユーザー情報全然ない、なくても、recommendations が回してくれるんですね。で、これは、それを表示してるんですね。グローバル段階、人気とかトレンディングな recommendation 戦力だったら、それは最初から全くお客さんの情報がなくても、良い、効果があるんですね。で、お客さんがまたサイトに何回も聞いて、だんだんユーザーの好みを理解すると、よくサイトに来ると、こういう、コンテクストゥアルベース、キーワードとかカテゴリーベースのアルゴリズムは、強くなるんです。でも一番強いのは、やはりパーソナライズされたレコメンデーションですね。これはお客さんの好み、オフライン・パーチェス・データを含めて、長いサイトを使っているデータも含めると、本当に絞って、このユーザーは絶対この商品大好きという絞る、レコメンデーション戦略ができるようになります。でこれはその、ディープラーニングと、予測ターゲティングアルゴリズムを利用したテストの結果なんですけど、ダッシュボードの中に、こういう戦力を使うと、まずこんだけ ROI が出てくることを教えてくれるんですね。これはマーケターに対してとても役に立つ。このツールを導入してからどんだけ収益につながっている上のものに見せると絶対皆さん喜ぶと思うんですけど、ROI が表示しやすい、ダッシュボードになるんですが、それだけではなく、やはり AI が、活用した予測、ターゲティングのロジックなど、なぜこういうオーディエンスセグメントとこの商品の、組み合わせができているか、結構、ご理解することができるんですから、これからまた学ぶことができるんですね。で、Recommendation Widgets は、デザインとかレイアウトとか、その中のテクスト、コピー、戦力など全部は、全然自由に、自分でスタイリングとか自分で編集することができるし、
カスタムなアルゴリズムでも組み合わせて作ることができるんです。一つのウィジェットだけではなく、モルタイタッチキャンペーンでもできるんですけど、お客さんがホームページ、こういうコンテンツにクリックして、リスティングページにこれを見てから商品詳細ページに来ると、全部、連携して、ユーザージャーニーのマッチングもできるんですね。もうダイナミックヨードはやはりこういう技術、AI とか、使いやすい UI、分かりやすいリポーティング画面だけではない、こういうツールの使い方の知識、他のユーザーが成功している事例などのノレッジが、まあ 高い、こういう認識を、高い認識を持っているコンサルティングチームも いらっしゃるし、AdFlexさんみたいなパートナーシップネットワークもいらっしゃるんですから、どんなキャンペーンを今後に作る、このリポートの結果は、どういう意味など、深いコンサルティングができるパートナーもいらっしゃるんですから、これで、ちょっとバトンのパスして、また山口さんの方に、AdFlex の細かいサービスのご紹介をいただければと思いまして、ぜひお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます、エヴァンさん。まあ、ここまで多分エヴァンさんがご紹介、まあ、されてたところがですね、まあ、本当にダイナミックではどういうことができるかというところ、まあ、かなりいろんな機能に関してフォーカスしていただいたんですが、実際にはこれ導入から運用までしっかりとですね、それぞれにこう、テクニカルの側面でどういうことをしっかり確認していかなきゃいけないか、あとはビジネス側面でどういうことを確認していかなきゃいけないか、いろんなこう実際にはプロセスが発生するんですね。まあ、主にテクニカルサイドとしてはこう、まあ、実行するにあたってこう果たして自社のシステムとこう問題なく必要となる各種のデータの吸い上げができるかとか、パーソナルとして実際に実行できているのかとか、あとはビジネスサイドでいくと、まさに先ほどお話があったですね、まあ、サイト上での表示されるパーソナライズがビジネス上のゴールに向けて最適なオーディエンスに最適なコミュニケーションが実現できているかみたいなところをやはり、両輪でこう回していくことが必要になってくると、まさにその側面のところに関してですね、エヴァンさんが今表示いただいている通り、我々 AdFlex Communications ではこの初期の導入支援、運用サポート、これどちらもしっかりと支援をさせていただくことが可能です。もちろんですね、先ほどあったダイナミックユーザーさんの方でも独自のサポートチームがありますので、まあ、そちらとの連携をさせていただくこともできますし、やはりこう我々がハブになることによって言語のハードルみたいなものもなくしてですね、国内のツール状況なども踏まえて、まあ、我々側が国内の例えば EC カードシステムの導入調整を支援させていただいたりとか、データフィードの調整をさせていただいたりとかっていうこともできますし、また運用コンサルティングの領域においては、まあ、我々もともとマーケティングのご支援をまあメインとしている会社になりますので、まさにそのノウハウも活かしながらですね、施策ベースでどういったこう施策によってどのだけのパフォーマンスが出たかというのを一緒にこう追跡させていただくこともできるかなと思っております。また弊社の方ではオプションプランという形にはなりますけれども、完全にですね、一定期間御社のその体制構築を推進するために我々側でこう主導でプロジェクトを運用するというスキームもご用意しておりますので、まあ、それぞれの企業様の体制とか状況に応じたこう柔軟なサポートというのがご提供できるんじゃないかなと思っています。で次のスライドの方にはちょっとしたこうイメージ画像みたいなものも付けさせていただいているんですが、まあ、例えば具体的にですね、こういうゴールに向けてこういう KPI に向けて施策をやっていきたいんだとか、そういうですね、まあ、ある程度明確な、トライアルしてきたエクスペリエンスがある場合であれば、まあ、そういったもののですね、それぞれの導入可否であったり、まあ、その導入可否の検証であったり、あと必要なデータの制限の確認であったりとか、そういうところからもご支援することもできますし、あとは先ほどちょっとエヴァンさんからもお話ありました、いろんな意味で日本の場合はこう社内のレポーティングを上げることも非常に重要な仕事の一つになりますので、それをより国内のレポーティングスキームに合わせた形で我々側からレポーティングのご支援ということもできるんじゃないかなというふうに考えています。で次のスライドにですね、実際に今我々が取り組ませていただいている企業様のちょっとした事例をちょっと、少しご紹介できればと思うんですが、こちらはですね、現在まあ、現在も稼働させていただいている外資系のアウトドアブランド様と推進させていただいている、まあ、一つのこうダイナミックユーザーの、まあ、導入による成功事例ということでちょっとキャッチアップさせていただいているものになります。
で、まあ、こちらはですね、導入にあたってそれぞれこう検証しながら、実際には我々もですね、一緒にこう並走しながら取り組みをさせていただいております。まあ、こちらで今画面に表示させていただいているのはカテゴリーページ、まあ、EC におけるカテゴリーページというところが、まあ、ある意味この企業様においてですね、一つの、まあ、売上が上がるまたポイントじゃないかというところで、一緒にですね、その検証と実装というところをやらせていただきまして、ここにですね、レコメンデーション、特にその、ページのレイヤーにおいてユーザーがどういうことに興味関心があるかということを仮説で、設けまして、実際には仮説検討を踏まえて、ポピュラリティというアルゴリズムを、導入しまして、最終的には売上を 5.14% 引き上げたというような事例になっています。実際このレコメンデーション配信にあたっては現在もですね、 PDCA を重ねて、実はこの表示する商品にフィルターを加えてですね、より収益を高めるとか、そういうところも、今も取り組ませていただいているような事例になります。でさらにちょっとすいません、次のスライドでいくとですね、もう一つですね、先ほどはカテゴリーページでいくと、商品詳細ページに、落ちた場合、よりこっとこのページでの、売り上げを最大化するためにはどういうことができるかというところでですね、まさに先ほどエヴァンさんがご紹介いただいたダイナミックイールドの特徴である17種類ものレコメンデーションアルゴリズムっていうのを、まさにその組み合わせを、AB テストをしながらですね、最適化するということを取り組ませていただいています。まあ、この画像にですね、今2段の、レコメンデーションウィジットが配信されてますけども、この2段のですね、レコメンデーションそれぞれアルゴリズムを、どういうふうにその上下でアルゴリズムを変えるべきじゃないか、もしくは上下の順番を入れ替えるべきじゃないかというところもですね、細分化して施策を検証させていただいて収益を最大化するという取り組みの中で、まあ、初動においても 4% 以上の売上の引き上げにも成功してますので、こういうところをまさに一緒に並走させていただくことで、最終的には各企業様のですね、ダイナミックリードのこう高精度な機能を最大限引き出すようなサポートを我々では提供できるんじゃないかなというふうに考えております。まあ、事例というところではここまで のご紹介になってしまうんですけれども、まあ、よりこう詳しいお話をさせていただく際には、より踏み込んだお話なども我々からはご提供できるかなというふうに思います。そうですね、ぜひ皆さんご自由に、アドフレックスにお問い合わせして詳しい説明をいただければと思います。では最後Q&A に入りたいと思うんですけど、残りの時間でもし質問があれば、この Zoom ウェビナーのチャット機能にぜひ入力して、聞かせてください。今私は画面共有してるから、チャットボックスが見えないんですが、山口さんいかがでしょうか。まだ、チャットボックスに何か。そうですね、早速質問が入ってますね。ちょっとじゃあ読み上げさせていただきます。アルゴリズムベースの意思決定というのはルールベースのターゲティングよりも本質的に優れてますか。でまたそれぞれこういつ使用するのか、どういうふうにこう知ることができますかということで今質問をいただいています。了解しました。あれですよね、ダイナミックイールドは、まあ、AI 的にターゲティングができるんですけど、今までこういうレコメンデーション世界の中に、まあ、主導的にいろんなルールを立ち上がっていて、これが、これだったらこれがこう、これがこれだったらこれがこう、全部プランニングする必要があったんですよね。で、そのルールベースに比べると、ダイナミックイールドの結果は、ちょっと、まあ、合ってるかないかという意味だとご理解なんですけど、実際そうでしょうか。そうですね、この質問の意図としてはそういう内容になるんじゃないかなと思います。了解しました。やはり、リポート画面で、詳しい情報が出てくるし、 AB テストでいろいろ試してすることができるんですから、自信を持って間違いなく、こういう AI で動かしている、テストは合っていることはご確認できると思うんですけど、どっちかを使うタイミングについてはね、やはり、経験があるコンサルタントに相談した方が、やっぱり一番いいと思いますので、こういうの場合、AdFlex など、AdFlex みたいなパートナーに相談した方が一番いいと思います。そうですね、シチュエーションとか状況にもよって、やはり選ぶべきものが変わってくることもあるかなと思いますので、そういうところはまさに我々も柔軟にちょっとこう過去の経緯も踏まえてご提案できるんじゃないかなと思います。
エヴァさん、ではちょっと続いて次の質問がちょっと入っています。技術的なお話となりますが、こうそれぞれのレコメンデーションのアルゴリズムが実際にこうどのようなロジックで評価とかスコアリングされているかという裏側の仕組みを知ることができますかということで質問をいただいています。ああ、そうですね。はい。ダイナミックヨー自体が、完全になんかブラックボックスのように、見えるかないか、まあ、ブラックボックスだったらもちろん見えないなんですけど、いや実はね、ダイナミックヨードの予測機能を最初開発したのも今から 4,5 年前ぐらいなんですけど、最初、発表した時はブラックボックスのようだった、中身が見えなかったんですけど、実はユーザーの声によるとそれがあまり良くない、そのロジックは なぜこういうふうに判断しているか知りたいユーザーが多かったなんですから、再開発して、リポーティング機能でその中身がより見れるし、勝手に動かすではなく、予測ターゲティングの機能、機械があった場合、ダッシュボードの中にお知らせが出てくる。で、まずその、予測可能の、セグメンテーションの中身を見る、バトンを選択すると、リポートの結果を、確認してから新しくテストを回すことができる。こういう新しいステップを入れたら、そのブラックボックスの中身が、明るくなってる、中身が見れるようになってるんですから、やはり、リポーティングダッシュボードによると、その AI、機械学習で回してるテストの結果から学ぶことができるようになったんですね。はい、これはとても面白い、まあ、勉強したところになったんですけど、山口さんの方はどうでしょうか。今までこういうテストの結果から、気づいたこととか新しく学んだことは何かありましたか。やっぱりテストの結果で、まあ、それぞれオーディエンスごとに分解してデータが見ることができますので、まあ、我々のこう結果と仮説をちょっとこう当てていきながら中身を把握させていただいていることが多いです。また実際にはダイナミックヨードのサポートページの方にもそのレコメンデーションのこう裏側みたいなところはかなり詳しく書いていますので、まあ、そこら辺のこう解説内容と、まあ、実際に出た結果というところを我々の中でも結びつけて、ある程度こう意思決定、まあその見えづらかった内容というところをこう我々の中でもロジックを紐づけて判断しているということが多いかなとは思います。まあ、そういう意味ではそこのまあ、ヘルプページも詳細に出てますし、まあ、かなりその意味では情報開示をされていらっしゃるプラットフォームじゃないかなと思います。ありがとうございます。さっきなんか Q&A バッテンが光ってたんですから、さらに何か、質問が入ります。そうですね。さらに今もう一つちょっと質問が入ってますね。もし自社で導入することを検討したい場合の導入の際に必要な手順というところは知りたいですと。まあ、先ほど1名で運用されている企業さんがいるというお話があったので、まあ、質問させていただきましたということで、Q&A の方に質問があります。はい、了解しました。セルフサービスで導入しているお客さんももちろんいらっしゃるんですけど、導入する際に4つのステップが必要です。まずは、自社サイトに、ヘッドのところに、ページのヘッドの一番上のところにスクリプトを導入する必要があるんです。そしてそのスクリプトの中に、それぞれのページはページ種類を、指定するコードを導入する必要があるんです。書く必要があるんです。例えば、ホームページ、カテゴリーページ、商品詳細ページ、カートページなど。理由は、それぞれのページに違う recommendation 戦力など、違う体験を、回すとより、効果があるんです。で次はイベントタグですね。お客さんがこの商品カテゴリーをクリックした際とか、実際、商品のカートに導入した際などのトラッキングをしたいんですから、イベントタグ必要になります。で最後は、プロダクトカタログのフィード。これは CSV ベースでもいいし、SMTP などの、ファイル、駆動する方法があるんですけど、カタログっていうのは、基本的にデータベースの中に入っている商品を、目指しているサムネイル画像とか、タイトル、価格、セールだったかないかとか、在庫あるかないかとか、いろんな細かい商品のデータを引っ張ってきて、その上にレコメンデーションズウィジェットなど、
が動いてるんですから、そういうデータが必要になりますね。でその4つのステップで、ダイナミック用の導入ができるんです。やはり自分で導入して自分で回すことも可能なんですけど、経験があるパートナーと一緒に行うと、よりスムーズでできるんじゃないかなと思いますね。おそらく技術的なところというよりかは、そのどういうマーケティングゴールを持って、どんなところで、どういったデータを吸い上げる必要があって、さらにそのパーソナライズするときの、そのパーソナライズさせるべきデータのソース、元ですね。今回のケースいくと、先ほどエヴァンさんの手順にあったデータフィードをどういう構成でお客様がデータを持たれていらっしゃるかみたいなところ、ここをまず最初にこうセットするというところが、単純にその技術的にセットすることよりも、そのゴールを一緒にすり合わせながら作るところというのが一番ハードルとしては高いのかなというふうに感じています。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。他の質問は何かありましたか。一旦今いただいている質問は以上ですかね。ちょうどお時間もちょっとかなり。そうですね。ちょっと1時間超えてしまったんですから、ですよね。このセッションは、このウェビナー自体は録画してますので、ご登録したユーザーにリンクを後ほど送りますので、ゆっくりぜひ見てくださいね。今日は、山口さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。松岡さんもありがとうございました。では、これで締めしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼いたします。